どうも、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube ではセンシティブ扱いされることをバンバン話しているので、動画を削除されたりチャンネルをバンされてしまうからです。ここでは言えない内緒の話はニコニコ動画でね。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。また、このチャンネルには大丈夫そうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しにいいかと思います。それから、このチャンネルとは別にサブチャンネルを用意してあります。サブチャンネルには感動ものと、再生リストに小分けにしてあったり、お歌なんかの底にしかない動画もアップしてあったりします。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等にも用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。さらにサブサブチャンネルとして、ランブルという別のプラットフォームにも過去動画をいくつか見繕ってあげていっています。どちらもこの動画の説明欄にリンクがあります。これらチャンネルにもぜひ訪ねてみてください。さて、今回追加した動画の内容の触りを少しだけ。世界的なバイオリニストが日本と半島国に対して差別発言。それから、同じニュースに対するコメントを比べてみたぞ。これはなかなか興味深いな。比べるまでもなかったかもしれないけどね。さお明確化できてよかったと思うぞ。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう。2021年7月14日の日経アジアに載ってたんだけどね。ふむ。富士フイルムホールディングスが、某大陸軍の研究部門が COVID-19 治療薬としての抗インフルエンザ薬、アビガン、の知的財産権を主張する可能性があるとして、日本政府に警告してるんだって。ああ、前々から言われてた件だな。いよいよやばいってことだな。特許弁護士によると、1月21日は某大陸国外で COVID-19 の症例が初めて発見されてから1週間しか経っておらず、この早期出願は中国国外での特許取得に有利に働くという。特許協力条約を利用すれば、企業や研究機関はオリジナルの特許日を利用して153カ国に特許保護を申請することができます。だって、やばいじゃん。某国の研究者が日本で正式に申請手続きを開始した場合、富士フイルムは、アビガン、をコロナウイルス治療薬として販売することができなくなり、富士フイルムの、アビガン、への期待に新たな打撃を与えることになります。とも書いてもあったわ。マジか。これどうすればいいの？通常、企業は、発明が新しくないことを証明する情報を特許庁に提供することで、特許を打ち消すことができます。って同じ記事に書いてあったわね。なるほど。新規性がないと特許にはならないからな。ではあるんだな。それでも手間やコストがかかるでしょ。打ち消せないかもしれないし。うむ。早く一般に流通させて、新規性がないことの既成事実を作るべきだな。ね。でも安倍さんが承認を急がせるとか言ってた時から、すでに1年以上経ってるんだけど。続きはニコニコ動画でね。